魔界が冥界を飲み込むことを考えた。どういうことなのですか。本来魔界は冥界の蓋の役目をし、しかしこれまでのところで魔界に冥界の力がない。その結果魔界そのものの霊力の総量が増え、それはすなわち魔界の力が増えたことを意味する。それを利用してどうも魔界と冥界を一体化しようとしている。一体か。魔界と冥界が一つになる。蓋の役割はない。すなわち地上と冥界もやがては一つになるである。それを防がねばならないのです。そういうことだ。 細胞がこちら。